花屋亮馬さん、こんにちは。私の動画を作っていただきましてありがとうございました。まあ、重大なミスを犯してますんで、ちょっと指摘させてもらいます。隠居に憧れてと言いますけども、隠居に憧れるのはいいんですけど、私に憧れるのはね、ちょっとやめた方がいいと思いますよ。私はね、つい最近まで日本人口の一人に数えられるか、それとも排除しようかっていうふうにね、思われていたんではないかなぐらい、世の中には不必要な人間なんですよ。で、社会から弾かれて仕方なく隠居の道にね、入ったということでございます。まあね、何かね、成功して階段を上り詰めて隠居の世界にガンと入ってね、そういうことじゃなくって、お前ちょっと社会にいても役に立たないからさ、ロスジェネ世代だろ、ちょっと向こう行っとけよみたいな感じで、どこにも仲間に入れてもらえずに、あ、会社に勤めようかなと思ったら会社にも入れてもらえないんで、自分の作った会社に自分で入社するみたいなね、こんなね、負け犬根性でやってまいりました。そして今、社会に必要とされてないので、取引先もないし、仕事もないし、何にもないし、寂しいなと。群がってくるのは、私をカモだと思ってね。これ買いませんか、あれ買いませんか、これ契約しませんか、ネットワークビジネスですよ、儲かりますよ、みたいなね。そんなことばっかりでございますね。寂しい人生でございます。その中でね、私が、あ、こういう若者に私はね、なりたいなと。今ね、本当にやり直せるんだったら、このブランドで生きていきたいなと思う。そのブランドが、花屋亮馬ブランドですね。花屋亮馬ブランドに私がね、もうこれから20代でパーンってね、若返って、この人間、あの人間、この人、あの人、その人、どの人、選べますよ。その中に、花屋亮馬さんって人も、今空きがあるんですけどね、って言われたら、あ、花屋亮馬さんになりたいですって感じでね、その物件ちょっとね、ご購入しようかなと思ってますね。で、花屋亮馬として生きるなら、YouTube やっぱりやってね、遊戯王転売やってね、もうガンガンとノートも売って、多くの人に求められて、髪もね、染めちゃったりなんかしてね、生きていきたいなと思います。まあ、花屋亮馬さんね、確かに私と20くらい違うんですね。いや、びっくりですね。やっぱ、花屋亮馬さんのような方が、この YouTube に出てきていると。この社会にいるっていうのは、多分ね、この国が、逆転復活する、本当要になるんではないかなと思いますよね。花屋亮馬さんがいることによって救われる方がこれからどん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 増えていって、今チャンネル登録者数1850人ですけども、1850人の向こうにね、さらにね、数万人、数千万人という方が花屋亮馬さんを求めているんではないかなっていうのは、こうやって目を閉じるとね、見えるようですよ。見える。花屋亮馬さんは、あ、もしかしたら花屋亮馬さんっていうのはイエス・キリストの生まれ変わりなんじゃないですかね。なんかそのぐらいまでね、神々しく見えてきますんで、私、神棚を作ろうかと思いますんで、花屋亮馬さんのね、一挙手一投足をこれからね、私の胸に刻んで生きていこうかと思います。ぜひね、お見捨てなきように、私のことも心の隅にちょっと置いていただければ幸いでございます。よろしくお願いします。というところでね、随分オーバーな表現ばかりをしてきましたけども、ここからちょっとね、真面目なトーンで お送りしたいと思いますけども、やっぱり一番最初に花屋亮馬さんに私が注目したのは、小野田さんのウォートークンの動画の次に出るように多分意識していたことなのかなと思ったんですよ。で、私は小野田さんとの関係が濃いんで、小野田さんのね、動画は結構見るんですけども、で、小野田さんがね、ウォートークンみたいなのね、あ、またなんかウォートークンみたいなのやってるよみたいな感じで、恐る恐る見ていくと、花屋亮馬さんって方もこう動画を上げてらっしゃってね、その他の方ってウォートークンの動画、上げてなかったわけですよ。上げてたとしてもちょっと目立たないような形で上げてたと思うんで分かんなかったんですけども、私はね、小野田さんのログから花屋亮馬さんの動画しか見えてこないようになってたんで、ちょっとね、拝見したということでございます。まあそうすると、まあ、結構いいこと言うなとかね、この考え方大事だよねってことが、ボンボンボン出てくるんですよ。で、その時にチャンネル登録者数はやっぱり百数十人だったと思います。これ百数十人っていうのも結構ね、大したことだと思いますよ。やっぱりね、動画をね、ただね、無作為に上げるだけでは、なかなかいかないんですよ。きちんと戦略を立てて、トーク力も必要ですし、それからね、こう、背景とかも結構ね、最初は安定した方がいいんですよね。こんにちは、花屋亮馬です、みたいな感じでね、オープニングも結構こう、安定してますしね。まあそういうところで、安定感もあったと思いますし、花屋亮馬さんね、しかもね、嫌味がないんですよね。こう、トークにね。まあ全てが、自分のことを分かってくれるかもしれないっていうふうな優しさに満ち溢れていて、そして同時に戦闘力に長けてるんですよ。花屋亮馬さんはね、逆境に対して立ち向かっていく勇気とかね、この戦闘力を持ってると思うんですよ。肝が据わってると言いますかね。でも、若干、こう人を立てる優しさもあったりとか、それから人の弱さに気づける人だなっていうふうに私は感じたんですよね。で、ヘアスタイルもなんかね、若者っぽいというね、私なんて生涯することがないようなヘアスタイルをね、どん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 変えていって、いや、私もやっていいですかね、こういうなんか刈り上げてこうなんか赤っぽい髪の毛とかね、私やったらね、殺されそうなんでね、おとなしくしてないといけないかなと思いますけども、いやー、あのね、あ、花屋さんね、でもね、和服いいっすよ。
なんか枠で花井のもさんが、うん、やっぱり出てくるとなんかそこそこいいんじゃないですかね。で全部和服じゃなくてもいいんですよ。あの羽織ってのがありますから、これね羽織を、すいませんね、まあ普通パーカーなんですよ。こうやってね、機動戦士ガンダムのなんかパーカーというね、この上に羽織っていうのが得意のメルカリで結構安く出てるんですよ。1000円から3000円ぐらいでね。でこの羽織をこう着るだけですぐにね和服みたいになります。まあ中に着てるのもちょっと気をつけないといけないと思いますけども、なんか普通の何黒一色とか白一色の T シャツとかだったらね、こんな派手派手のものでなかった、柄物でなかったらパッと羽織るだけですぐにね和服感覚になりますんで、まあ羽織をね着てみるといいんじゃないですかね。花屋のうまさの身長は分かりませんけど、私180センチなんですけども、まあ、ちょっと M サイズあたりをこう探してみると結構出てると思いますんで、この羽織をね上にボンとやるだけで、一気にねブランディングできると思いますんでね、うん、まあ私がね教えることはもうこのぐらいですかね。もう俺が教えることはもう何もない、とあと頼むぞって感じで、もう世代交代の時期が来ると思いますんで、私はこのままね社会から消えていくという運命でございます。ぜひね私のことを踏み台にしていただけるんだったら、もう踏みつけてグリグリグリっとやってね、でついでに唾をペッと吐いてね、お前はもういられんだよみたいな感じでね、ぜひねそういう形で気にしていただければ幸いでございます。私なんて本当に日本のね人口の一人に数えられてるだけで、納税証明書が来るだけで、あーありがとうございますみたいなね、請求書が来るだけで、あー俺も一人人口の一人だったんだみたいなね、そんな感じでございますんでね、これからもまあお見捨てなきようによろしくお願いします。それでは第2話でございました。ここまでね自虐の動画を出す人も珍しいと思うんですけども、なかなか面白いですね。これからもいい関係を続けていきたいと思いますんで、ありがとうございます。